上明寺は、秋田県の白市檜山あざ山町に所在する新州、大谷派の寺院。三号は、前、城山。英少年館に創建された、檜山安藤一族ゆかりの寺院。海祖の西道は、安藤一族出身と言われる。また、四世上儀坊は、秋田三根生の次男だとの記録がある。あさり勝頼の首塚がある。勝頼は、兄。 アサリノリスケと対立して、安藤愛希と内容して1562年に兄を、大喜殿長岡城に置いて、自害に追い込み、比内郡地方の領主となったが、愛希に信頼されず、1583年に愛希に、檜山城に招かれたところを、松前義弘に殺害された。三門は、安藤氏の巨城檜山城より移築されたという伝承があり、従前より、 城下狩りの門と呼ばれていた。切り妻作りの一件意味い門で、屋根は当初、小倉吹きであったという、現在は鉄吹きである。1995年に解体保存修理工事が行われ、その際、部材より、寛永11年の牧署名が発見され、江戸時代前半の混流であることが判明した。しかし、建造年代の判明した門としては、 東北地方でも古いものに属し、桃山様式を残す薬員門として、貴重な遺構である。1987年3月17日、県の有形文化財に指定されている。他に、野代市の文化財指定を受けている資料が4件ある。慶長11年、5世、清志法の安置。増高60センチメートル。 電話が見作、ありがとうございます。